書いたエピタフ山照館は、長野県上田市崎山にある美術館。前身は、シナノデッサン館。愛水、生物1926から1927年頃、野田秀夫、野尻の花1939年1979年に、館主、久保島誠一郎によって、シナノデッサン館が設立された。久保島館主が収集した、村山書いたの代表作、尿する。 裸像をはじめ、関根正治、野田秀夫、戸張小岩、愛密、松本俊介、小熊秀夫ら洋折の画家たちの作品役千点を所蔵、展示。喫茶室も併設。1997年に文館として、戦没画学生慰霊美術館、無言館を開館した。2012年2月、館内に立原道造記念展示室を新設した。 2015年末、久保島監修が病気となり、体調面の不安や来館者減少に伴う法人の財政上の理由から二館の運営を続けることは難しくなったと判断。無言館を存続させ、品野デッサン館本館及び別館、解体案は2018年3月15日をもって無期限休館となった。突然の休館となったため、 同年7月25日から8月20日まで、品野デッサン館本館の特別会館を行った。閉館を惜しむ美術関係者から巡回展開催の誘いもあったというが、事実上閉館となり、品野デッサン館単独の美術館活動再開は困難な見通しを示していた。収蔵作品と建物について、 今後の取り扱いは未定となっているが、久保島監視は所蔵品の売却にも言及した。品野デッサン館の閉館後、久保島はコレクションの喪失に伴う悲しみにさいなまれ、その後の入院生活の中でギャラリーの再開を決意。村山海太の墓悲鳴、そして年老いた自身に対する鑑賞から、館名を海太エピタフ山召館に改め、2020年6月6日に、 オープンした、開館時の公式発表より、出典より、開館時の公式発表より、開案ありがとうございます。